メロンブックスは三大都市圏や政霊指定都市などを中心に展開している導人ショップ。運営は株式会社メロンブックスが行っており、直営店舗数は導人業界では最大である。この項目では同社が運営している女性向けの導人ショップフロマージュについても記述をする。アニメーション、コンピューターゲーム、漫画、小説及びそれらを題材にした導人誌。 同人ソフトと音楽 CD 関連キャラクターグッズを販売する専門店舗である。男性向け同人誌を積極的に販売委託している虎の穴に対し、こちらは一般向け同人誌の委託や宣伝にも積極的である。女性向けの同人に関しては過去にリブレットという姉妹店舗を展開していたが、2012年2月に事業不振のため全店閉店した。 その後、2017年5月1日に、アニメートの子会社であったコンパスより、女性向け導人、フロマージュの事業を譲渡され、12月8日に、通販サイトやシステムの統合を行っている。2005年にメロンブックス .com を開設、導人作品のダウンロード販売を開始した。メロンブックス .com は2010年にメロンブックス、DL に改名、同時に、 ピキシーフとの連携も始まった。2017年7月25日には電子書籍の販売も開始している。また、メロンちゃんをあしらった板車で全日本ラリー選手権に参加しており、レーシングチームとしての活動も行っていた。1998年に北海道札幌市で創業。同年7月11日に1号店である札幌店が ある種6階フロアの一角にオープンした。当初は10坪ほどの非常に狭い店内であった。店名は北海道の名産品の一つ、夕張メロンに由来する。同年11月には仙台市に仙台店をオープンしたのを皮切りに、以後政令指定都市などへ店舗網を広げている。2018年現在では30店舗以上を展開しており、 同人ショップの直営店舗数としては最多となっている。アニメショップ最大手のアニメートや中古同人ショップの羅針盤の店舗に隣接する形で出店している店舗も少なくない。本部は2000年頃に東京都池袋2002年12月には神奈川県横浜市へ移した。その後秋葉原に事務所も移転し本社所在地も置かれることになった。 2010年4月、事務所及び本社所在地を台東区岡地町に移す。2018年1月現在、本社は再度東池袋へ移転している。現在のロゴは3代目9月帯であり、初代は創業時から2001年9月頃まで、2代目は2001年10月頃より2003年8月まで使用された。メロンブックス全店で、 使用可能なメロンブックスカードを発行している。カードは当初紙製のスタンプ調式であったが2009年2月より成人向け商品の購入時に必要な年齢確認のスムーズ化、強化を目的に樹脂製カードによるオンライン方式に変更された。緑地にメロンブックスのロゴが入ったカードを使用しているほか、リブレットが存在していた時に発行された紫地に リーバレイのロゴが入っているカードも使用可能である。ポイントはメロンブックス独自のグッズとの交換、商品の支払いなどに使用できる。メインマスコットキャラクターはメロンちゃん。メロンブックスオリジナルドラマ CD のキャスト2009年10月1日よりポイント交換グッズとして登場したメロンちゃんがメロンブックス各店が立地する地域にちなんだコスプレをしたキーホルダーである。 2011年9月10日より第2弾が交換開始となった。また通販及びイベント会場限定のキーホルダーもある。虎の穴が無料配布紙を休館したことにより2012年10月現在同人ショップでは唯一の同人情報無料紙となっている。漁師とも表紙担当のイラストレーターは3ヶ月ごとに交代する。2010年8月送刊。 毎月15日頃配布開始、育成型情報誌を歌っており、当初は表裏2ページのタブロイド誌であったが、発行を重ねるごとにページ数が増えていき、後に中戸寺の雑誌へ成長している。同人誌、同人ソフト、同人グッズ、商業誌、コミックスライトノベル PC ソフトの情報及び、広報により4コマ漫画が掲載されている。 青年向けの情報も掲載されていたが、青年向け情報誌の月刊メロメロの創刊によりほぼ分離された。2012年8月号より、メロンブックス DL にて PDF 形式での配布も開始されている。2012年8月創刊、毎月25日頃配布開始。青年向けの導入誌、導入ソフト、商業誌、コミックス PC ソフトに特化した。 情報誌である。2012年10月号より、メロンブックス DL にて、PDF 形式での配布も開始されている。2016年10月号より、上記2誌を合併する形で創刊しており、内容もほぼそのまま引き継がれているが、同人作家による1ページイラストの連載が多数、開始された。毎月25日頃配布開始、メロンブックス DL での配布も継続している。 公式グッズ専門店の売り棒雑貨、店、コーナー等は除く。長野店、松山店以外は三大都市圏、政令指定都市で展開している。2008年よりメロンブックスがスポンサーとなり、ラリーチームを立ち上げ、全日本ラリー選手権に参戦している。チームプロデューサーは中村信弘、チームイラストレーターはタム。2008年は JN-1 クラスにガニシティで挑戦。 初参加にして、年度クラスチャンピオンを奪取した。なおキャラクターマシンによる、国内最高峰モータースポーツイベントでの、クラス優勝及びシリーズチャンピオンの獲得は、これが、日本モータースポーツ史上初である。2009年は全日本ダートトライアル選手権に2戦、参戦後、JN-4 クラスでの参戦だったが、クラスチャンピオンを逃している。2010年、 中村信弘がプロデュース業に専念することになり、新たにドライバーと小ドライバーを迎えての JN-3 クラス参戦となった。全日本ラリー選手権6戦に出場し、ターマックイベント全勝、クラス年間最多勝利を獲得。しかしグラベルイベントでの未勝利が響き、最終的にシリーズではクラス2位となっている。2011年も前年と同様のスタッフで、 JN-3 クラスに参戦。グラベルイベントで初めて完走したが、ターマックイベントでの勝利記録が途絶えるなどリタイアが多く、最終結果はクラス4位に終わった。第6回ジャカアワードをチームとして受賞している。2012年はこれまでとスタッフは同様であるが、小ドライバー田中直也が都合により欠場を予定しているイベントがあったため、その間はア戸歩が担当した。 また、公式サイトが開設されたり、雑誌オートスポーツ2012年2月2日号で、まがいが特集されるなど、メディアでの露出が一層多くなっている。序盤からリタイアなどでつまずき、ドライバーズポイントが一時は、トップと30ポイント近く離れるも、後半は、上位入賞を続け最終戦新シシロラリーで、逆転、2008年以来のドライバーズチャンピオン獲得となった。 2013年2月24日、メロンブックスとチームを運営するゴンドワナレーシングプロジェクトが協議した結果、メロンブックスラリーチャレンジとしてのレース参戦を当面、休止することとなった。今後は2014年以降の適切な時期に第2期として再参戦したいとしている。なお、ゴンドワナレーシングプロジェクト自体は模型メーカーの PM オフィス A がスポンサードする。 プラムレーシングとして2013年の全日本ラリー選手権に参戦することになっている。ツイッター、ありがとうございます。